浅恋粕屋祭りが誕生してから19年、共に盛り上げていただいている菅いざない連の皆様です。どうぞよろしくお願いいたします。拍手でお迎えくださいませ。第19回よさこい粕屋祭りの開催、誠におめでとうございます。土佐の高知から日本全国へ、先代の国友菅がいいよよこい、いいよあふる、みんなでいいよ中を作っていこう、この思いでよさこいを日本全国で踊ってきました。この粕屋の地でも人を起こし、町おこし、魂おこしという思いを持って、仲間として一丸となってこれまでお手伝い共に歩ませていただいてきました。今は高知だけじゃなく、平和への祈りを込めて踊る日本全国の仲間が菅いざない連としてここに立たせていただいております。どうぞ声援よろしくお願い申し上げます。今年の菅連、思いひとしおです。仲間が作ったお祭り、1年ぶりです。ですから今日はその仲間、よさこいの同志たちへの思いを込めて踊りたいと思います。そして日本全国にまた仲間がいます。今台風19号がその仲間のすぐ町まで動きを見せております。その仲間のことを思いながら踊らせていただきたいと思います。そして今日から2日間私たちが踊りを通して発信するメッセージ、元気だったり笑顔だったり、一人一人の思いだったり、それが一つになって、これからの粕屋の町が元気になりますように、そしてそれが奇跡のようなつながりを持って日本全国の町に届いていきますことを願います。そしてまた私たちの今年のお祭りの一丸となったアズワンとして活動したエネルギーが日本全国の今台風に直面している場所、人たちの心の支えになったり、災難が障害になって無難になるように、そういう思いを込めて菅いざない連、今から最新作「紫龍」踊らせていただきます。4つの龍が踊ります。黄色は大地の龍、青は水の龍、赤は火の龍、紫紺は風の龍、大自然への感謝と生かされていることの喜びを爆発させて、全身全霊込めて、いいよさこいの思いを込めて踊ります。どうぞご声援よろしくお願い申し上げます。祈りをこの粕屋の地へ、菅いざない連
願い踊らせていただきました。素顔